総合してなんか発案したの、福井から行くの、そう自分の実務なり毎年のほら、ありやすいのでしょ、あの決断してたの、いいね、それを名前に入れないと、ね、行ってきた、もしインターネットを使ってあのツールが使いたい方は、皆さんこんにちは、帝国の時間になりましたので、ただいまから通訳ボランティアの、災害のシミュレーション訓練を行いたいと思います。で、簡単に今日の訓練のご紹介いたしますと、1時30分ちょっと過ぎてからやるんですけども、一応1時30何分かに地震が起きたということで、最初はリアルタイム1分は1分で計算します。でも、ある程度、なってきたら、時間的には30分を1分に短縮していってやります。その中でやることは、皆様方は、通訳をしていただくんですけども、まず一番最初に、地震が発生する前に自分でどういう今ところにいるんやろうかと、シチュエーションを自分でイマジネーションしてください。じゃあ私は家にいる、私は職場にいる、いや僕は、ね、彼女のところにいるとか、いろんなこう場所があると思うんで、そういうところを想定をしてもらって、でこちらの方から、逐次ね、地震が発生しましたとかいろいろ言います。でうちの職員も僕入れて3人いるんですけども、3人がみんなここへ来れるかどうか分かりません。そういうふうなこともあります。また皆さん方も、今日来られる集まっている方はたまたま震災にあったけども、ちゃんと自分でシェイクアウトもして、ちゃんとこっちに来たということになってますけども、何人かは来られない人がいるかもしれません。で今日訓練する人も実際に災害になったら来られないかもしれません。来られない方は来られなくていいんですよ。僕がいつも言うのは、まず災害が起きたら自分で自分の命を守ってください。そんな自分の命を守れずに自分が怪我しても来なくていいです。まず自分の怪我を治してください。それから皆さん方の中でご家族の方、お友達が、瓦礫の下になっている、それはそちらを優先してください。そんでそちらで全てのことが全部クリアできたら、こちらへゆっくり来てください。それが1時間後かもわからないし、それが2日後かもわかりません。だいたい災害というのは72時間、3日間がゴールデンタイムです。3日間で生死の、ね、が問われます。その中でやっぱり、閉じ込められている人をいかに早く救出するかということが大事だと思います。そちらの方に我々も精力を、ね、つけるわけと思いますし、でそういうことができない方はこちらの方に来てもらって、通訳で逆にバックアップをしていくと、それが大事かと思っています。今度72時間終わって4日目から大事なことは、皆さん方はこれからが一番活躍する場所です。福井市内には48箇所避難所があります。それは地震の場合ですよ。小学校です。小学校とかが避難所になります。そこへ外国人の方は小学校へ行くと思います。でもし学校へ行ってどうしてもやっぱり生活できない方は、ここのフェニックスプラザはたまたま避難所になっておりません。だからここへ誘導することも考えられるかと思います。ここへ誘導したらどうするかというと、ここは大ホールもあるし、小ホールもあるし、301もあるし、この教会の事務所もありますから、ここは61の建物ですから、ほぼ耐震もあるから潰れないと思います。でここを拠点に我々は外国人の方を、ね、サポートする、それぞれが通訳をしてあげて、4日目から困ることはいろいろありますね。生活する上で今まで我慢してた
体が拭けないとか、ね、それから下着が着替えないとか、そういったことが起きてきます。で、人というのはだいたい4日目から1週間後に文句を言ってくる、ね、あれがない、これができない、そういった時に皆さん方が、日本人でもそこで居酒屋にいざこざが起きるんです。特に外国人の方というのはお話できません、ね、やっぱりこの母国の方は話できるけども、その方が周りにいる日本人の方に何か言おうと思っても、日本人のことも自分たちで精一杯できない。そこで自分たちが疎外感が生まれる。その疎外感を排除したというのが今日集まっている皆さんでございます、ね、そういうようなこと でそういう方で、各小学校へ行く場合もありますし、でここの拠点としてここで通訳した内容をファックスで送ったりね、そういうようなことになろうかと思います。で、先ほどから言いましたけども、イメージしてくださいね。今自分はどこにいるか、たまたま今日はフェニックスにいますけども、皆様それぞれ違うところにいることを想像してください、ね、それで、約あと、だいたい40分ぐらいと始めますかね。だいたい、40分から50分ぐらいで、ね、やりたいと思うんですけども、その後それぞれの皆様方が気づいた気づきをですね、皆様方でやっぱりみんなでトークね、ディスカッションして、今後どう生かすべきかとか、そういうのをやってもらいたいと思います。で、もう一回言いますけども、自分の命は自分で守ってくださいね。それが一番大事です、ね、そういうようなことです。で、皆様方も災害が起きて3日目までは自分たちのところで精一杯やってもらえばいいです、ね、余裕がある方はこっちに来てください。でも、できれば4日目からこちらの方に来てもらって、大きな力、たった一人ではそのパワーはちっちゃいんです。でも、たくさんの方が来れば、我々教会3人プラスこうやって集まってきたら大きな力になって、これがもう倍々でね、大きくなってくるんで、ここから市役所にも情報が発信できるんです。で、ここの外国人の方が福井市内に4800人いるんですかね。その中で何人、フェニックスブラザーに外国人の方が2000人来た場合には福井市も放っておけません。その時にまた皆様方はそこで頑張ってね、活躍してもらって、それぞれが何が困ってるのかとか聞いてもらって、対応してほしいと思っています。で、やっててね、それぞれ母国の、例えば中国のブース、英語ブース、それからスペイン語ブースあるけども、その中で訳の仕方でね、それぞれ、いや、それ違うよってあるかもわかりません。それ違うよっていうことをそこで言ったらいいことがいいんだけども、間違いは間違いでいいです、ね、間違いはそれ出して、まず早く情報を教えてあげる、ね、間違ったところはみんなで、いや、ここ間違ってるから直そうなと、その早くね、まず直しちゃうのが大事です。何でも、だからここでは誰かが翻訳したことについて何書いてるのと言わずに、ね、大きな間違いだったら指摘はするけども、ある程度もだったら早く情報を流したねということにしてもらいたいと思っております。で、今日はですから、まず自分の命を守ってから、それからそれぞれ皆さん方このフェニックスブラザーへ来て、そこで活動してもらうというシチュエーションで行われています。で、最初の方は1分は1分、後々になりましたら30分経ったら、30分ごとに1分の速さでこちらの方から、コントローラーなる私の方から、それぞれ指示を出したり、それからね、出していきますね。皆さん方は俗に言う、これはプレイヤーでございます。皆さん方で、プレイヤーの方は指示に従ってそれぞれが通訳を出してもらってやってもらえばいいかなと思っております。開始、まあ、2分前になりましたので、大体で皆さん方は今どこにいるか、ね、今誰、イメージとしてはどこにおられるのか、自宅ね、自宅から。で、自宅に地震が起きたらまず命を守ってくださいね。で、職員の者は今日は休みで日曜日なんておりません、ね、ここ誰もいないということで、そこでそれぞれが、地震に遭うと、はい、で、この日私は長いことちょっと違うところに行っておりまして、不在となっております。1週間ぐらいいないということになっていますので、だから私はもういないと。で、うちの松前さんと追伐さんしかいないというところで始めさせてもらいます。それからここで今ね、私なんかガタガタと言いましたら、皆さん方
申し訳ないんですけども、実際にどういう行動をするか自分でやってください。ね、ここで今ガタガタと言いました。ね、ガタガタと言いました。まず自分の命を守るということは、救いの下に隠れてください。そこから始めます。ね、これがシェイクアウト訓練でございます。はい。で普段通りは楽にでございます。楽に。楽に、でも何かこう喋ってたり、楽にいてもらってね。はい、楽にいてもらって。はい。時間帯の設定はいつ？大体1分が最初の地震発生は1分が1分です。発生はの一日中の大体今のところは1日ぐらいを考えております。で皆さんが、今の出発点の、今のリアルタイムの地獄か今かかっている。今のごめんなさい、今のリアルタイムです。リアルタイム今1時40分が地震発生です。はい。発生。はい。はい、ごめんなさい。はい。はい、どうぞ。ガタ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 。乗車のシャビアレザー30はい、まだ揺れます、はい、揺れが収まりました。揺れが収まりました。はい、ほんでお友達がいたらお友達がね、どうないかを確認してください。外線もバグどうしたかな。でもね、皆さんでお家にいる方はガスの元栓を切ってもらったりね、電気のブレーカーがねちゃんと落としてください。はい。ピンポンパンポーン。こちらは福井市です。本日午後1時40分ごろ、福井県沖を震源とするマグニチュード7.0 の地震が発生し、福井市でも震度6弱を記録しました。ピンポンパンポン、ね、でそこで皆さん方にイメージしてくださいね。どういうふうな行動を取るかということで、はい、ですぐさままた入っております。ピンポンパンポン、こちらは福井市です。1時41分気象庁発表、大津波警報及び津波警報、津波注意報が発表されました。大津波警報が発表された沿岸は次の通りです。福井県、石川県下が予想される津波の大きさは巨大です。津波警報が発表された沿岸は次の通りです。京都府、石川県能登、沿岸にいる方は直ちに高台へ避難してください。ピンポンパンポン。はい。で、福井市民国際交流協会では、事務局長と職員が電話でやり取りをしております。で、私の方から協会の職員に、私の家は半壊し、妻が倒れた柱に挟まれ、私は協会に行けないという電話があり、辻橋さんと松村さんはこちらの方へ向かっております。で、松村さんは近いので3分後に教会へ走ってきました。で、走ってきたらすぐ電話がありました。地震で自分が住む春山のアパートが倒れたんや、どうすればいいのかと、中国人の方が2人ね、注文から電話がありました。電話は今度続いております。それからまた次電話があって、マイケル君から家が地震にあって倒壊し、自分が大丈夫だが友達がトイレに挟まれている、どうしたらいいのという電話もありました。で松村さんはそれを控えております。で松村さんはこの時点で辻橋さんに携帯電話で電話をかけましたら、携帯電話でこの時はまだ通じております。で、辻橋さんもお家の方は何ともない、今教会に向かってますと。で辻橋さんご存じの通り、堺市竹沢の方でございますので、ちょっと時間がかかるというようなことでございます。はい、そういう形になっております。
それで松之江さんはここに来られて、福井市民国際交流協会から市役所の方にも電話されております、国際室に応援を求める、それから登録ボランティアに応援をお願いしてよろしいかとか、それから越前市とか鯖江市とか堺市の周辺市町の国際交流協会にも、応援をここで電話でお願いしております。で、堺市からは、堺市も被害状況がたくさんあるので行けませんという電話が入っております。まだここでは電話は通じております。そうこうしてましたら、外国人の方が数名避難の助けを求めに教会に来ました。この方の国籍を聞くと、アメリカ人の方、それから、中国人の方が来られたというふうな形でございます。はい、で、そこでここでこの教会へ来られた方、そのグループの中で一人ずつ決めてください。グループの中でお一人ね、もう大体一人か、中国へ一人、ここでも一人、一人ずつね、来られた方、ここへ教会へまずボランティア方来られた方、お一人決めてください ね、 ね、はい。いやいや、ここへ来られる方、ここへ来られる方、仕事として来られる方、はい。被災者、被害者、被害者、被災者、被災者、被災者、はい。ね、で、今はお一人ずつやりますよね。はい、よろしいですか。はい、じゃあ、今言いますね。電話がありました。で、松之江さんがまず取りました。松之江さんが取って、松之江さんからの方からはこのようなことが言いますね。これは電話があって、はい、自宅が壊れた時や壊れそうな時は避難所に行きましょう。避難所では食事ができます。水が配給されます。トイレがあります。寝る場所があります。災害の情報があります。避難所に行きましょう。避難所は無料です。外国人も使えます。これなんで多い電話かというと、避難どうしたらいいんやという問い合わせです。どうしたらいいんやという問い合わせで、そういうふうな回答をまず、それぞれのお言葉で書いてください。はい、これコピーして、はい、そうです、はいはい。今一応今コピー機は使えます。電気はまだ使えますので、非常電源ここありますので、非常電源ありますので、じゃあ来年までで、その場合に落ち着けん配置。身体呢？身体没有问题。我本人没有问题。嗯，他们你买这里头的吗？就是出来的。啊，是。但是引き出されるんだよね。ちょっと引き出されるんだよね。待って。待って。出てこれ。どうしたらいいの？はいはい。お医者さんに僕に行くの？像他们问的时候，他回答吗？嗯，肯定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 ，肯人にまず書いて、でみんなで、あ、間違いないかということを確認してもらって、で、松谷さんに渡してもらう。あれ？その、各テーブルに一人、一人、最初来た人がまず書いてもらう。で、次々、2人目、5分後に来るよ、10分後、15分後。じゃあ、それ、今の情報で一人がやる。一人がまずやってもらう。で、それでやるけど。まあ、次の情報は次の人がやる。
まあ、まあ、皆さんで今ごめん、ちょっとわからないって意味がわからないの。あ、まず今日はここ、まず一人目の人が来て、ある程度、だって今みんな書くと4つ書くことになるから、一人目のある程度書いて、この内容を通訳です。これそうそう。来た人が言うではないや。そうです。今はこれ電話です。電話内容。避難したいんだけど。これを翻訳すればいいってこと。翻訳です。あ、そうか。火が回りすぎてね。本屋。次の情報が来ない。なんかいろいろ。あれ、あれ中国語の来ない。したら、まず実は先生なんですよ。そうですね。なんか、なんかもし参考になれば。機関室から応援求めてもなかなか来ないんで、皆さん方はこれ自主的だ。今1人決めていただきました。ここの、いや、まだ決める前にこれ一つ。あ、そうなんです。1人誰が来てもらって、誰がここにボランティアとして、これを訳すっていうのは訳すっていうのは、それぞれに訳せっていうことでしょ。その人を誰か1人決めていただきます。藤田先生、これ今これ答え書いたらあかんよ。これに答え書いて、次の情報来たら、今はとりあえず今藤田先生がこれ、あとまた来るんやろ。どうぞどうぞ。でまた時間が経つと次の情報が来るので、じゃあそっち合体っていうか、こっちでもやりますか。じゃあ情報を翻訳する。すみません、これの英語版もう一つください。あ、ちょっと待ってね、今これをちょっと待って確認するよ。はいはいはい。今1人目は今これをやります。やるよね。次、うん、から次へと来ますので大丈夫です。もうどんどん来ますので、はい、あの、ね、今やっててくださいね。はい、やっててください。次の人はまた別物のものがいて、はい、3番目の人もまた別のものがいて、はい、はい、で今いろいろな国からも電話来ております。電話では松根さんではとってはダメなの で彼女に、ね、あ、電話取ってもらって、ね、まあ、電話取る人も、2人、まあ、増やしました。でこれはいけないというので、松根さんは、Facebook とか LINE とかの SNS で今情報を流そうとしております。先ほどの今流した情報をいただいて SNS でも流します。はい、ここから30分ごとに1分進むことになります。やることやっててください。一応あの時間的には30分経った形になります。はい、で一応あの松根さんは英語でフェイスブラインで情報発信をしております。避難所に行きましょうっていう呼びかけなんですね。それが、はい、例えば交通が渋滞してますようになったりとか、あの津波が来ますよって言われて、場面が変換するわけでしょ、きっと。これじゃない、うん、
それできましたら松根さんとツイバスを到着しました。で今ねもう時間的にはもう3時過ぎですもんね、もう3時過ぎです。もう進んでるんで一応まあこれはこのままリアルタイムでやってましてこれを渡してください。でここで今度あの松根さんやツイバスさんがここから SNS で発信します。フェイスブックとかツイッターで、であとはあの各公民館にも小学校にもファックスで流します。だから情報来たやつを整理して、ということはこういう人が来たということは同じあの心配なことある人がいるって言ってみんなになると。中央人その人来るにはね、もう一人だったの、ちょっと見込む。どうぞどうぞ、まず心配なのは避難所があるかないかっていうか、どこなのそこもどうやら。はい、どんどんいきますね。はい、次またあの Facebook でもそれから LINE とか電話でもまた問い合わせが持ってきています。どういう問い合わせかというと、まだまだ揺れてるんだけどっていうことです。どうしたらいいのということです。その回答、教会がした回答は、大きな地震があったときはその後に小さな地震が何度も起きます。次第に地震は小さく少なくなっていくので安心してくださいというメッセージを出すと思います。ね、今コピー書を出します。この下に次の人をこの下に書いてください。この下に書けない、これ、あ、そうやね、これもね、先生、これはこれや、先生、ここ、英語の人多いので、読み方はこれあります。あ、そう、今なってるんですよ、ここに置かれてます。じゃあ、優しい中国の今文章やからけど、文章のところですよって、そこにもう持っているみんなから言ってください。じゃあ
今日やった訓練を Facebook とか Twitter とか LINE に流して顔を載せるとまずい方おられますよね。あ、おります。おりますな、バックの後ろ姿、後ろ姿、はい。あとはいいですね。はい。ぼかし入れます。Facebook で。そういう関係のやつで。普通じゃなくて。で今こちらの方には通訳ボランティアの方も含めてたくさんのボランティアの方が今こちらへ来ております。で通訳ボランティアでこういうふうにね今翻訳する方はここへたくさん来るとまたね難しくなると思うんで、その方々は実際の電話のやり取りとかそういうのに回ってもらっております。要するに文字だけども話し言葉でいいよな。もうねのも話し言葉で持っていかないと難しい、うん、このまま分かるやつだね。おい、ヤオ、ヤオホン、ヤオホンやね。ブルーチューズやな。チューズやヤオホンの手法、チャンチャンファーシャルの手法、クロクナホイパン、シュドツー、ダンティチャンチューズのシャワータン手法。これ入ります。はい、また今度また、Facebook が入りました、その方は交通が麻痺しています、どうしたらいいのっていうことで、交通が麻痺しております、どうしたらいいの、私はどうしたらいいのって来ております。これ今回答は道路や鉄道が壊れています。移動するのは難しいので避難所に行きましょう。少しずつ道路も電車も使えるようになるので安心してください。交通が復旧した情報は復旧したところからお知らせします。ということで、まだまだここまでいかないんですけども、安心を与えるために。そこにもコピーしますので。はい。だけどその人は困ってるって言うんです。どうやったらいいのって。どこ行けばいいのはまた後で言いますよ。中国語では日本語の普通って言ったら通じないように、普通っていうことは あれ通じない、普通ってトートンって言ったらあれ通じない、これじゃなくてだから全部できないですよね。こっちこっちこれよ、こちらです。日本語で通じると思った、うん、これでいい、道路や鉄道が壊れています。今今出しました指令はだいたい夕方もう4時頃です。まあ、4時の設定です。4時頃時間でそれに立ってます。4時頃の設定です。4時頃の設定です。壊れています。ホワイヤー、これかな、もう忘れない、土人や、